はい、おはようございます。今日の撮影を始めたいと思います。すごくね、緑が綺麗で今日めっちゃ天気いいんですよ。なので、どっかいいとこないかなと思って探してたんですけど、ちょっとね、ここ有名な物件なんですけど、僕来たことがなかったので急遽来てみました。おそらくね、廃墟好きな方はもうこの物件はね、動画によく上がってるので、新しくはないと思いますけど、有名な方たちがね、動画に上げてるんですけど、その方たちとはまたちょっと違った目線でレポートできたらなと思います。で、どこに来たかというと、見ての通りです。スキー場なんですけど、すごいね、もうこれこのまんま放置されてんのか。へえ。いや、これストックのさ、なんていうの、持つところとかもめちゃめちゃ落ちてるし、もったいないよね。でもね、スキー板ってさ、僕はね、スノーボードが専門なんですけど、スキー板もそんなに安いもんじゃないもんね。で、なんでここに刺さってんの？スキー板が。これ誰かのいたずらだろう、こんなの。いやー、でももったいないね。使われなくなってね。ん？なんか動物がいる？どっかなんか動物の鳴き声が聞こえるんだけど。気のせい？いやー、でもシューズとかもさ、これもったいな。もうでももうこれ当然古いから使えないだろうけど。ソリもあるしね、こうやってソリ遊び用のソリ、シューズも子供用から何から大人用からいっぱいあるね。いや、もったいないこれ。ここね、道路挟んだ向かい側にね、まだ現役のスキー場があるんです。だからここはね、このスキー場はちょっとゲレンデがね、あまり面白みがないというか、横には広いけど、やっぱりね、一回で滑れる距離っていうのが違うので、短いので、あまりね、上級者とか、中級クラスでも、ね、やっぱり物足りないんじゃないのかなと思います。僕もね、スノーボードやるんですけど、この向かいのね、スキー場には、何回か来てます。ただね、僕が滋賀県に来てからは、このスキー場はね、とっくの昔に廃業してたので、滑る機会はなかったんですけど、廃墟としてね、やっぱり認知はしてたので、一度ね、見てみたかったなと思って。いや、めっちゃ天気いいな、これ。どうしよう。とりあえずね、ほんと、建物の遺構がすごく残ってるんで、ここはレンタルスキーのフロアになってんのかな？ここね、もう草がすごくてさ、ヤブが、これトゲが痛いからもう、ちょっと待って、ここ危ねえな。床が落ちてる、これ。ここがスノーボードのレンタルの部屋だね。もったいないね。ちょっと形は古いけどさ、もう。スノーボードの板もいっぱいある。シューズもね。でもこれ、スノーボードやるんだったらね、やっぱり自分の板とね、ビンディング、それから、ブーツ、あと、ウェアか。そういうのは揃えた方がいいです。一回借りるのにね、こんな値段ってちょっと高いもん。もうちょっと値段設定安くしたら、ウィンタースポーツブームがね、下火にならなかったんじゃないのかなと思います。どうしよう、中入っていける？ここめっちゃ結構深いんだよね、ここ。床。ちょっとここ危ないから、やめよう。どうせ奥入ったところそこで終わりだもん。板とかね、ブーツとかが結構ありますね。後でちょっと写真は撮りに来ようと思うけど、よし、じゃあちょっとクラブハウスの方に移動してみます。
はい、クラブハウスの中に入ってきました。まあまあね、荒れてる。まあでもこれはね、動画でも見たことあるので予想はしてたんですけど、想像以上の荒れ方。まあでも普段やんちゃな子たちがいっぱい来るんだろうね、これ。いや、どっから見ようかな。ここね、ゲレンデから直接入ったんだけど、多分ここ2階っぽい。どこから見ようかな。とりあえず2階のフロア見ていこうと思うけど、ここは食堂とかかな。フロント受け、フロントみたいなのあるしね。すごいな、このあれよ。まあね、大通りに面してて、国道沿いなんですよ、ここね。だから、まあ、僕がね、すごい参考にしてる、憧れの、菊崎一華さんの動画なんか見てても、あの人、ここに4年前か5年前ぐらいに来たのかな？その時に、やっぱりね、車に見つからないように、背をかがめたりして、隠れながら撮影してるのは見ました。僕もとりあえず気をつけていこうとは思うんだけど、すごいなこれ。もうここまで荒れちゃうとさ、なんかね、厨房もでも荒れてる。なんかもう散乱してるもんね。だから廃墟ってなんか、なんだろう、ストレス発散の場になってるような感じもあるよね。やっぱりね、イライラをこの物にぶつけるっていうのか、でも自分のものでは決してしないでしょ、そういう人たちって。だからこういう廃墟に来てね、破壊行為を行うっていうか。うわー、すごいなここ。でもね、よく見ると最近のゴミもあるんだよね。だから誰か遊びに来てるんでしょう、これはきっと。ここもなんか喫茶スペースだったのかな。やれてるなあ。まあ人はいないだろうけど、ここ今の時間帯、夜の方が危ないよねこれきっと。この建物はでもいつまで残んのかな。まあこのスキー場はね、さっきも言った通りすごく有名な物件なので、まあ誰もが知ってると思うんですけど、何人ぐらい動画にしてんだろうね。だから僕がこれを今撮って、今更だとは思うんだけど、ここトイレか。今更だとは思うんですけど、僕ね、でもここ来たことなかったんで。何これ、なんて書いてる。ゆるふわキャンギャング、ゆるふわギャング。まあいまいちよくわかんない、何言ってるかよくわかんない。ねえ、まあだけど僕がこれを動画にしたからって果たして需要があるのかどうかはちょっとわからないんですけど、まあ個人的にね見たかったんで今回来てみました。この上かな、なんか隠し部屋があるとか言ってたやつね。えなんか上に部屋があるもんね。すごいなここ。ちょっと行ってみようかまして。いや、この後開けたらさ危ないから。階段大丈夫？ああ、なるほどね、あったあった。まあ階段自体はしっかりしてるか。見たことある、ここ。カビがすごいな、でもやっぱり。朽ちてるな。見たことあるこれ。だからこれは何、従業員の休憩所かな。部屋、客室って感じしないもんね。いや、ここ何がすごいかっていうと、ここね、
まあ、雨漏りしてるし、で、その雨漏りで、布団に水滴がついて、で、それがカビて、匂うと、いうことですよ。くっさい、カビ。もう、典型的な廃墟臭。すごいな。匂いがね。でもまあ結構な布団だね。ここだから布団の倉庫にもなってたのかな。湿気すごいけどね。なんか動物がいた形跡もあるし、糞が落ちてる。なるほどね。この部屋見た見た。なんかこれ従業員のきっと休憩所でしょ？こっちにも二段ベッドあるし。なんかさ、こないだ福井のリゾートホテル行った時に、リゾートって名前なのに、なぜか客室のベッドはほぼ二段ベッドっていうのがあったけど、あれはどういうこと？なんかリゾートホテルっていうのはやっぱりね、なんか内装がゴージャスなイメージあるんだけど、二段ベッドばっかりだったよ。いやーでもすごいね。誰かのブログで、やっぱりかなり前のブログで取り上げられてる時はね、こんなにやっぱまだ荒れてなかった。だからそういうブログとか、動画に上がって興味本位で来る人がここに来て破壊工作をするんでしょうね。あ、なんかかわいい。これ何？これん？バカボン。バカボンの、あれかな？ねえ。キーホルダーだけど。まぁ、ちょっとね、全部見てみたいと思います。そこにも階段あるな。隠し部屋ってどこ？ああ、でも厨房、そうか。まあ当時の食器とかももう散乱して割れてるし。あとね、くれぐれも、こういう廃墟に来るときは本当自己責任だと思うので、怪我しても、誰にも文句言えません。これね。で、ガラスの破片だとかね、釘が出てたりとかするんで、必ず、厚底の、まあ、登山靴であったり、まあ、登山靴履いてるとしても、ワークマンとかで売ってるね、鉄板入りのインソールとかを使ってください。本当ね、こういうところで釘踏み抜いたりすると本当ね、大変です。破傷風とかなったらえらいことだしね。あそこのグリルとかもそう。やっぱり、ね、当時は大活躍したんだろうな。あそこ冷蔵庫がある。さすがになんか何も入ってないと思うけど。すごいね、これ。いやー、これ、頭も気をつけとかないと。鉄骨がほら、これ、危ない。下ばっかり見てたら、こんなのにぶつかっちゃう可能性もあるんで。ちょっと待って、厨房入ってみようか。2階のね、エリアを今散策してます。ここちょっとまずいな。車がいない時に行かないと。今がチャンスか。わあ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 。いない？車いない？よし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 。ちょっとごめん。厨房に入ります。はい。ちょっとここ開けっぱなしだと外から見える。はいはい。いや、厨房も荒れてるな。でもまあまあの規模だね。まあまあ広い。冷蔵庫、洗濯機はここに転がってるし。へえ、なるほどね。お品書きがあるけど、当時いくらだったんだろう、食事は。ああ、でもまあ、この値段設定だったら良心的？
ねえ、ゲレンデ食とかさ、まあ、だからレジャー施設、遊園地とか、そういう外の世界から隔離されたとこのレストランってやっぱ値段設定高いじゃないですか。ねえ、自動販売機とかも、なんかペットボトル250円で売ってたりとかさ。それ考えたら、ここ、まあ、値段設定はリーズナブルかな。ただこれが20年前、30年前になってくるとやっぱちょっと高くなっちゃうのかな。定食は全部1000円だもんね。だけどまあ、僕の場合ね、スキー場に来たら、お昼カツカレーとかしか食べないので、そうなってくると650円だったら全然払えるな。まあリーズナブルって言えばリーズナブルかなと思います。冷蔵庫があるけど、後ろに。カラカラ。何も入ってないね。オッケーオッケー。もういいや。あ、ゴーグルも落ちてる。よいしょ。よいしょ。いて。これは、ブランドどこ？アクセ。アクセって書いてる。アクセって書いてる。知らない、こんなメーカー。当時のメーカーかな。僕はまあね、普通に。今何使ってたかな？俺ゴーグル。ディラックス？いや、違うな。あれはブーツか。まあいいや。家に帰って調べます。まあ、食堂だから、あ、なんかすげえ立派な。あ、でもこれなんだろう。蓋か。いや。あ、でもさ、こういうの好きです、なんか。風だけで回ってるやつ、換気扇がね。食堂も、でも、まあ、ねえ、食器が散乱してるし、荒らされてるのは荒らされてるけど、どっちかって言ったら荒らされてない方じゃない？これ。もう、相当な年数ね。経ってるとは思うんだけど、廃業してから。あ、レジャーマットがある。あそこに。よいしょ。いや、ここ風が通ってないから暑い。汗だらだら。日本レジャーマップ。あそこに KBS 京都のやつがあるけど、これね。当時はだから、お客さんにどこそこに何々がありますよ、みたいな、観光名所がありますよっていう、そういうことをね、伝えてたのかな。そこね、新聞の束があるんだけど、ちょっと汚いから嫌だな、もう。あ、ここに新聞がある。これいつの新聞？これ。よいしょ。よいしょ。ちょっとごめんなさいよ。これは？見えるかな？平成16年。2004年の新聞があります。ってことは、その時まで現役だったの？2004年ってことは、18年前ぐらいか。そっか。まあでも、今さ、スノーボードもスキーやる人も少なくなっちゃって、で、ここに来てね、コロナの影響でレジャー、遊びに外に行けない自粛とかになってるし、で、やっぱり仕事もね、大変みたいでみんな、お金稼げなくなってるから、こういうレジャーにね、やっぱお金使えないよね。だから、必然的に、やっぱり遊園地であったり、こういうスポーツ施設であったりっていうのはお客さんが減るんだろうなと思います。で、結果的にスキー場とかは潰れていくと。ね。まあ、僕もね、YouTube やりだしてちょっとね、最近、スキー場とかにスノーボードね、行けなくなったんですけど、だけどやっぱりね、なるべくだったら時間をとってね、スノーボードに行きたいなと思います。そりゃあね、自販機とかもこれ回収しないのかな、メーカーが。まあ、壊されてるよね、そりゃね。お、なんだここ。事務室。あ、これ切符売り場かな、ここ。ねえ。いや、
すごいなこれ。肉まんとか温めるやつだこれ。機械が散乱してるけど、当時のこれもそうだしねえ、こういうのってレンタルじゃないのかな。いやここもすげえな、匂いが。ここ事務所か。はあ、すごいな、事務所そのまんまだ。カビが、ここも雨漏りか。床大丈夫でしょ多分これ。なんか写真が落ちてるけど、これ何の写真これ何の写真。車の右リアのあたりだけど、なんだろう、ぶつけられての証拠写真とかそんなんかな。へえ。なんかでも書類やっぱ残ってんな、こういうところ。学校だね、学校、あの教育委員会とかへの請求書はがきだこれ。昔だからスキー場のスキー教室みたいなのがあったんだろうねこれきっと。いやもうすごいなここ。あそこにも一応ベッドがあるけど、ちょっと待ってね。そこもさ、もう朽ちちゃって、これ従業員のこの事務所の中にあるからねえ、まあ従業員のちょっと仮眠室みたいな感じなんでしょ。もうね、荒らされ放題だわこれ。金庫もそうだしねえ。で向こうにさ結構書類が残ってんだよね。なんかいろいろあるけど、カセットテープ、はあすごいなここ。これずっとこのまま放置、はあすごいね。だけどこれ、ああリフトのさ、こういうねえリフト1日券、使用前のやつだ、束になって置いてあるもんね。ねえこれでもすごいよね。特策整備報告書、中部工作協会。これだからあれだよね、リフトのその関係のやつだ。いろいろ、うわこれタイムカードもさそのままじゃんこれ。まあ8時半前後に出勤して5時まで働くっていう形か。まあそうだね、営業は10時からかな、もしくは9時で営業終了が5時か。まあ一般的なナイター設備がないスキー場だからこんなもんか。いやすげえなここでも。口すぎ。これ雨漏りでさこうなってんだろうけど、もうこの雨漏りだけでこんなにこのスチールのねえこのデスクがね傾くんだね。まあここ荒らされてるけども、こんなとこ荒らしたってのもないよね。そっか、ここが事務所ね。はいはい、ここで切符とか売ってんだ。ってことはここがフロントっていう役割を果たすとしたら、こっちは何？うわ、これ何これ？いや、ここ、大丈夫なの？床。あ、こっちはあれか。ホテルスペースひょっとして。もう完全に屋根が崩壊してるんだけど。大
丈夫？レト線落ちてます。レト線がね、なんかチビちゃんのねえ手袋とかゴーグルとかが落ちてるけど、ここは？あ、お風呂があった。へえ、お風呂。あ、でもまあまあ広い。へえ、お風呂がある。まあ金属泥棒が入ってるけど、蛇口っていう蛇口は全部ないな。こういうのっていらないんだ。こういうシャワーのかけるやつとかは取ってない。これは違うの、金属として。そっか、これ宿泊客用の大浴場ってこと？これは。車がめっちゃ通る。これね、脱出するときはまた大変だね。これ今日この後さ、福井のまだ誰もね、おそらく動画にしてない廃村があるんですけど、そこに行こうと思ってるんですけど、今日ね4カ所また予定してるんだけど、どうせまた2カ所か3カ所ぐらいで終わっちゃうんだろうなと思って。うわ、ここもうダメだね。これは宿泊スペース。あ、いや違う、こっちもお風呂だ。こっちタイルがピンクだから、こっちは女性用かな。ねえ、ここ見える？タイルがね、ちょっとわかんないか。タイルがね、こっちはピンク色なんで、ここがだから、女性用の浴室だね。ただもう完全にね、崩壊しちゃってます、こっちは。ってことは、ここ、宿泊スペースだとしたら、あ、なんかここ一応通路あるんだけど、その先がもう崩壊してるから行けないや。OK。なるほどね。じゃあとりあえず2階はこんな感じかな。ここから入ってきたわけだから、ちょっとね、まあ最終的には1階にも行くので、1階はちょっとね、トラックの人たちに見つからないように注意して、レポートしたいと思います。残留物はもう特に真新しいもんはない。はい、じゃあとりあえず T 国際スキー場、2階の探索はこれで終わりにしたいと思います。次はちょっとね、階段があったので3階の方に行ってみようと思うのと、あと1階のなんだろうね、ロビーなのかな、その辺を、調査していきたいと思います。はい、それでは次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう、さようなら。